さて、今年2022年は東日本大震災から11年目を迎えた年にあたります。この11年の間に東日本大震災の被災地における霊体験に関する本が出版されたり、それらをもとにインターネットにも被災地における霊体験に関する記事が投稿されたりしているので、それらについてお話ししたいと思います。まずタクシードライバーの得意な体験を紹介します。金菱清編呼び覚まされる霊性の震災学には次のようなタクシードライバーの得意な体験が記録されています。東日本大震災から3ヶ月ほど経ったある日の深夜、タクシー運転手の男性が JR 石巻駅の近くで客を待っていると、もう初夏だというのに真冬のようなふかふかのコートを着た30代くらいの女性が乗車してきたようで、目的地を聞くと南浜までと一言、南浜は震災の津波で壊滅的な被害を受けた地区だったそうです。運転手は不審に思って、あそこはもうほとんど更地ですけど構いませんかと聞くと、女性は震える声で、私は死んだのですかと答え、運転手が慌てて後部座席を確認すると、そこには誰も座っていなかったようです。また別の事例として、震災から1年経った8月のある夜、真夏にもかかわらず厚手のコートを着た20代くらいの男性が乗車してきて、目的地を尋ねると無言で返答がなく、もう一度聞くと日和山と一言だけ答えたようです。目的地に向けてタクシーを走らせ到着すると、男性は後部座席にいなかったと言います。他にも2013年8月くらいの深夜、小さな小学生くらいの女の子が季節外れの真冬の格好で立っていたという事例があり、不審に思い尋ねると、一人ぼっちなのと返答し、答えてきた家の付近まで送り届けると、タクシーから降りた瞬間に姿を消したようです。また2014年6月のある日の正午、冬の格好をした男性が手を挙げており、目的地を尋ねると、彼女は元気だろうかと答えてきたので、どこかでお会いしたことありましたっけと聞き返すと、彼女はと言い、気づくと姿はなく、男性が座っていたところにはリボンがついた小さな箱が置かれていたようです。このようなタクシードライバーの得意な体験を支えるものとして、金菱清ゼミ生の工藤由香氏は、見間違いで片付けられなかった理由として、幽霊を乗せ実写メーターに切り替えた記録や、幽霊を乗せた結果無賃乗車扱いとなった記録やメモや書類などが裏付けとしてあったことを挙げています。またタクシードライバーには霊魂への畏敬の念が見て取れると言い、幽霊と呼ぶことを好まなかったり、幽霊とは違うかもしれないとも話していたりしたと言います。東日本大震災の被災地では幽霊現象が多く報告されており、歌川圭介震災後の不思議な話などにも紹介されています。しかしそのような現象は何々かもしれないといった不確かなものも少なくないですが、タクシードライバーの体験は体験者がはっきりと幽霊現象と認知しているという点でも明らかにリアリティを伴うものであると言えます。震災後の不思議な話には迫りくる危機と虫の知らせに関する不思議な話も紹介されています。これにはカール・グスタフ・ユングのシンクロニシティにも通じる部分があり、単なる偶然以上のものとして懐疑主義者を納得させるには十分ではなくとも、本人にとってはそれを偶然と呼ぶだけでは何の説明にもならず、人生にとって大きな意味や価値を帯びていることがうかがえます。金菱清編私の夢まで会いに来てくれた 3.11 亡き人とのそれからには、東日本大震災で家族などを亡くした遺族の見る亡き人の夢をテーマに27編のエピソードが収録されています。現実での遺体との対面などと密接な関係を持った夢もあり、夢を見ることによって
亡くなった家族や現在も行方不明の人、友人などが現在も一緒にいる気配を感じたり、この世とは思えない体験、夢と現実の狭間を実感したりして、亡くなった人の魂と共に未来に向かう目的や新たな価値観、方向性を見出せることが示唆されています。私の夢まで会いに来てくれた 3.11 亡き人とのそれからには、遺族の話として、夢をね、壊さないでほしい。テレビ番組なんかでも科学者が脳の働きのせいとか解説するけど、最後に司会の人が科学でも解明できないことがありますと言ったりするじゃない。私たちはそれを信じている。理屈じゃないのよ、と記されています。このような神秘体験がそれを取り巻く人々にとって大きな意味や価値を帯びていることからも、現時点でそれについて妥当な解釈が見出せないからと言って、自然法則によって説明できる宇宙だけを絶対視し、物質である身体が消滅すれば、意識も精神も全てなくなり、霊的存在などありえないと霊的現象の全てを錯覚として片付けることは、死と向き合うふさわしい態度とは言えないことを再認識させられるのではないでしょうか。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。